部位の紋章部位は、ロシア西部、コストロマ州の西にある都市。コストロマ川にブヨクサ川が合流する場所に立つ。人口は27,392人。首都モスクワからは北東へ 450km。州都コストロマからは北東へ 100km。最寄りの町は 50km 東にあるがあル地。部位は、フィンウゴルゴ族のメリアビトが住む、交易場と取り出がある。 小さな町であった。彼らはこの町をベイフセンスー、またはバイクサンスーと呼んでいた。モンゴル帝国のロシア襲来頃から戦乱を逃れてきたロシア人がこの地に住むようになり、メリアン語の地名を縮めて、V または V と呼ばれるようになった。1536年、幼いモスクワ大公イヴァン4世の摂政として国を支配していたエレナ・グリンスカイアの命令で、 モスクワ大公国の東方を守るために、木造の要塞がこの地に築かれた。しかしその16年後の1552年、イヴァン4世は火山半国を征服して併合したため、東方からの侵略の脅威はなくなり部位の軍事的、重要性は薄れた。17世紀初頭のロシア・ポーランド戦争では、ポーランド・リトアニア共和国の侵攻により部位も破壊され荒廃した。 18世紀の V は主に工芸を営む集落で人口もわずかだった。1719年にはコストロマ県に帰属し、1778年には死の地位を得た。V が経済的に発展するのは1903年にサンクトペテルブルクボログダブヤトカカンの鉄道の駅が V に開設された時以降である。V にはヤロスラブリからダニーロフを経て、 キーロフ方面に向かう路線も合流しており、現在この区間にはシベリア鉄道の列車が走っている。20世紀初頭から小さな工場ができるようになったが、上下水道、電力、病院などの都市基盤が完成したのは1960年代になってからであった。部位には科学工場、製材工場、半導体工場、家具工場、食品工場などが立地する。 V 位近郊にはコストロマ原子力発電所を建設する計画がある。ありがとうございます。